ダメなのグーってなっちゃう。マックはゲリっちゃうやだって昔から。発表関係あるんですか。そうそうそう。森ちゃんじゃないですか。誰森ちゃんって嫁さんも森ちゃんだ。嫁さんも旧姓も森だからって。そう。森家森家の披露宴のさ。ほんで友達に親戚の人と結婚するのってだから。それはちょっと。俺誰だと思ってる。だよな。嫁さんは結婚したと思ってて、俺も思われなかったんですよ。で、子供がでっかくなってから、同級生の親と会った時に、嫁さんのもともとの知り合いとかいいんじゃん。ああ、いるの、いますよね。女中学校とか。したら、いるいる。中世のまんまの森のもんだから、抜けなくて。離婚したと思ったの。ほんで、聞けなくて、周りで、離婚したのかなみたいな話になったの。そしたら、結婚した相手が森さんだったら、って変わってね。なんかみんなそういうので、やっぱあれなのかな、同じ同士ってなかなかないんだ。どうなのかな、わかんない。で、嫁さんの結婚式の時、2回目だって、俺3年で2回結婚式やったから、で、なんだ、1回目の結婚式呼んだやつだと、2回目の結婚式呼んだやつだと、ダブルペットみたいな。したら、披露宴で、今度は白いだるま回したんだよ。で、目ん玉入れて、みんなに一言入れて、ごめんなさい。ぐるーっと回って戻ってきたら、1回目のご祝儀返せとか3回目は絶対来ねえぞとかそういうのばっかり言うことは嫁さんにこっちって3年で2回でしょ結婚して1年で離婚して翌々年で結婚したから早いな、まあ、いい感じで立ち上がったんだけどなんか一人目の嫁さんと結婚生活送ってる時に今の嫁さんは知ってたからあ、知ってたんだもん知ってたバスケット一緒にやってたからで俺がなんか離婚したんだって話をしてみんなで慰め会みたいなみんなバーってやってくれてそれからあそこにいつもにいてでも偉いちゃんと2回目もちゃんと結婚してちゃんとやってそうそうそう1回目はでも招待客560人どっから来るのそんなに俺の友達だけで200人ぐらい来たからすげえほんで結婚式場全部3会場向いて1日1日の結婚式場すげえそれさちょっとあれだけど費用っていくらぐらいかかったもんなんですかいや俺かかったって100人だよだってまだバブルの頃だからな500何十人ってで、2人目のお嫁さんの時はなんか250人か30人これでも多いんじゃない